疲れ様です。今日はですね、こちらのクロスデッキやっていきます。はい、クロスボウですね。まあ、僕がですね、クラウドで本当に一番使わないデッキはってなったら、まあ、クロスってなるぐらいね、使わないし、まあ、使われたら嫌いだし、まあ本当に好きじゃないカードなんですけども、今の環境のクロスはね、また話が違ってめっちゃ強いです。はい、しかも今までね、やっぱアーチャーのクロスとか、まあ、そういったものと比べると比較的簡単です。圧着衣が強いです。圧着衣出して、なんだろうな、まあ、圧着衣に相手が対応してる間にクロス立ってしまえば勝てるよねとか、あと圧着衣のね、テーザーサイクル循環がもうぐっちゃぐちゃになる理論で、圧着衣場にいるとロケット打ってスケファイスピウッドでロケットみたいな、でまたスケファイスピウッドロケットみたいな感じで4コス出すだけでロケット打てるみたいなんで、最後の削りもね、まあ、バケモンだったりとか、またなんか今までのクロスとは一味違うクロスボウの強さというか、まあクロスなんかもう圧着衣の強さとかがあるので、こう今までクロスボウ触ったことない方でも圧着衣のレベルがあるならばおすすめします。はい、もうデッキパワーゲーです、こんなん。さあ、ということでやっていきましょうか。なんかね、なんだろう、最近の LJ とかにもやっぱ大砲がちょっと強いので全然戦えます。はい、そして今回の相手はムーティーですね。ムートねえならクロスいっちゃえっていう話なんですけども、まあ、一回冷静にね。で、これマジ最強が、一旦これ、ケツ圧着衣するんですよ。で、ケツ圧着衣してからの、なんか圧着衣に対して、それこそやっぱライトニングが来るだとか、まあ、なんかが来たりするんですよね。まあ、今回、キョスケが来たんですけど、そう来たので、さあ、クロスを立っていくと。まあ、今回に限っては、トンネかな。今回の間、キョスケクローンとしかも。これやばいな、クローン。さては。まあ、ファイスピは LSP でもいいです。まあそこは好みかもしんないんですけども、まあなんだろう、 LSP の方が防衛は楽になりますね。スケラとか、うん、コウモリであったりとか楽になるけど、なんか全てに勝ちたいってなった時にファイスピの方が選ばれやすいですね。さあ、ということでキョスケクローン、キョスケムーティーもいるので、まあ、今クロス立ってムートを突破できるならいいんですけども、まあ、突破できないなら出す必要もないかな。これナイトを使うとね、相手のキョスケの受けがない気がしたんだよな。一旦我慢しちゃおう。さあ、マジで圧着衣出して、圧着衣にロケットかライトなんかユニット使った瞬間にマジで即端前クロスがガチで強いんですよね。さあ、これわざと引っ張ってもらって圧着衣で稼いでいく。さあ、いいですよ今んとこは。まあ、クロス一発も通してないですけども、はい、リードしてますね。それが環境ですから。あれもちょっと誰かとロケット撃っちゃってもいいんですけど、あれは先行してるんで、いや。撃っちゃおう。絶対クローン来るやろ。はい。完璧すぎるロケ。あ、でも待って、バカが。痛い。けど、圧着衣がいるんで、行っちゃいます。からの、しばきます。からの、もう一個来るぞ、これ。さあ、相手は、あー、まあが、まあが来ちゃった。これ、意味のわからない対応しておきます。まあでもこれ、イケイケどんどんタイム。多分ね、ちょっとダメージ入って、相手がコストないサイクル来たら、このイケイケどんどんタイムが始まるんですよ。これ、爆破当たんないよな、多分。よし。で、この辺的なのに出しておけば、いいことが起きます。よいしょー。いや、マジでね、クロスデッキなんですけども、圧着衣がこれ強すぎて、マジ、圧着衣で、圧着衣で戦ってるようなもんなんですかね。はい。やばくないですか、もう。見てわかる。ん、なんか、怪しくねっていう。それクロスなんみたいな。はい。圧着衣ですね。相手も盛大に祝ってくれてますね。ナイス拍手。いいね。マジで、なんだろう、本当にクロス初めて使う人でも、雰囲気っぽくできるんですよ。圧着衣がいればね。まあ、これ圧着衣じゃなかったらまた話は変わるんですけど、圧着衣いればなんとかなります。まあ、圧着衣がね、単体で見た時に優秀すぎるんで、絶対相手は対応しなきゃない。そう、大ダメージ繋がっちゃうんでね。さあ、よろしく。海外プレイヤーっぽいのに俺のことを知ってくれてるんですね。嬉しい。さあ、マイティじゃねえ、マイナー。ニカコウモリ。みんな拍手してくれんな。そのスタンプ流行り？
ああ、ボムタワーバルーンとかかな。いや、なんかディガーマスクはちょっと特殊な。うん、雪？あ、迫撃っすね。ポイウッドかファイボウッドのスキキン迫撃縦線やろうって感じかな。あ、これ呪文来ちゃうかな。スケブ来ます。縦線か。あれ、スケブが縦線あると思うんですけどね。うん、おい、いいよ。めっちゃ入るやん。うん、クロスって一回通したらさ、こういうことっすよね。はい。これグッドゲーム。グッドゲームですね。めっちゃ折ってくんじゃん。最初すげえなんかよろしくとか言ってきたのに。二重人格やん。どうするこれ。さすがに、さすがに買った臭いんですけど。ここから負けれるのかな。さあ、スケキンもね、相手出すの遅れてるよ。うん。ターゲットってからコウモリが来る。いや、範囲でいかれちゃう。痛い。吐き気砲来ないかな。あ、これロケット撃っちゃおう。ソウルコールめんどいし。ハッキー秘宝来たし。よいしょ。いいね。大砲マジでさ、俺の中ではさ、ほんと大砲ここ最近強すぎてぶっ壊れのゾーンにいるんですけど、どうなんだろうな。俺がそう思うだけでみんなからそんななのかな。結構下方してほしい寄りのカードなんですよ。カード回して届かないな大砲それ。オーケー。いや、いいよ。まして、あ、着衣でプレッシャー与えつつのクロスが強すぎて簡単に俺も今日からクロス使いとか言っちゃえる。サマータ祝ってくれてる。めっちゃあの高めの拍手人気やん。さあ、ペッカー。いや、ペッカーのこのバナーもすごい人気っすね。なんか使用率高い気がする。バナーで言うとトップレベル。さあ、よろしく。で、それまでは、クロスを置くまで、アチャクイ出すまでは、スケファイスピュットでね、回せるでしょ。さあ、で、動きます。逆に、試合を出してくるの。いやー、これ怖っ。相手のちょっとね、意図がわからないので一旦守ります。まあ、クロス置いてもいいんですけどね。ああいうの守れる自信あれば。ジャイバルン的な。わー、すんごい。すんごいぐらい出てきたんだけど、どうしよう。ジャイスキキンスケブ同サイドに来るんですね。今の逆サイドにさ、ポンって展開とかじゃなくて。あとはガゴムいたから、いや、マジでガゴムレバルーンとかいそうなんですよね。ジャイガゴガゴ、なんか物いっぱい。さあ、ちょっと厄介ですね。ガゴが厄介ですね、僕は。まあ、ハイスピで頑張りましょう。はい、いいロケイ。いや、ロケット強。これも僕また最近思ってるんですけど、ロケット強すぎじゃないですか。ロケットぶっ壊れの一つだと思ってるんですけど、顔どうっすかロケット。いや、なんか何でも強いと思っちゃうからな俺。これ生きとくじゃない。ジャイもいないし、そう、何でも強いと思っちゃうんだけど。美味しいな、これ。好きで処理しちゃう。ああ。ちょっとやだ。
おお、スキルだったんだ。うわー、めっちゃいい雪来た。さすがにそれはうますぎ。バルーンっぽいけどスキルでした。スキルか、間に合わんか。くー、じゃあイスキュラか。これ LSP だったらすごい楽。いや、これはでもね、もう一回守って勝っちゃうかも。一発通すよ、一発通すんだよ男は。あ、ちょくい通せないな、これ。ワンチャンつかましてくれそうだな、それは。にゃーい、甘えてる、甘えてるぜ、それは。あぶねえ、普通にきつかったな。ナイス。いや、結構こういうのもね、あ、着衣なんですよ、知らんけど。大砲か、869ついてんな、順位強えぞ、よろしく。初手投げ毒ファイス、槍ゴブが1体タワー殴ってからスキルで、端前で若さのウッド、いいよ、反応がいい。チャキッと入れてすぐチャキッてしたくなるからな。さあ、ナイト使った、今の端前クロスナイト言ってもよかったですね。施設しかないんでね。まあもう冷静にアチャクイなんですよ。はい、クラロは今ね、簡単アチャクイ出して、あとなんかねやっとけばいいです。やばい、コムツ、もうこうやって行っちゃう、すぐ行っちゃう。施設、にゃー、大砲と槍ゴブ、いや今のうまいな。さては怪しい香りしてきたな。まあ、ディガーっぽいか、ディガーっぽいちゃんはね、まあやや厄介ですけど、結局これもね、圧着衣の受けが相手きついと思うんですよ。そう、クロスはね、ディガポイ嫌なんですけども、結局ね、みたいな。で、端前クロス行っても、ディガポイで対応されるとちょっと嫌っすからね。両サイフルっすよね。大砲？うん。ステクロス。ファイスピ強いポイズンか、これ。くー、いや、いけます。このクロスの腕の見せ所ですよ、ここが。本当に、いや、うまいなそれ。いや、でもこれが強いねんな。一回ヤクザロケしとこうかな。マジでさ、圧着衣出しといてロケ削りで勝てれんかな。いや、ワンチャンあるよな。圧着衣出てる間カードサイクルバグるんで。これで回して、いや、ロケ打てるんだけど怖っ、打った瞬間。いいよ、ボーイグうまい。さあ来た、これよ、クロスボーデッキといえばね、一番の見どころ、ロケ削り。さあ、この圧着衣にね、かまってもらって、大砲も置いて、さあピュピュピュ回して、ウォールブレーカーくんね、これ。あ、ロケットで終わりです。ピョー、気持ちいい。さあ、クロス
アチャクイロケットデッキですね、本当に。まあ、こういうもんですからね。いいんちゃう？クロスで攻めてもいいですし、困ったらロケットで削ってもいいですし。ねえ、よろしく。300位ぐらいついてたね、今。絶対強いじゃん。名前がね、名前も名前だし。さあ、ウッド。ファイスピーで削り、ここまでいいんだよ。いや、これでも、来た！最強タイム。あちゃくい出して、なんか大きいの出た瞬間に着機。はい、これズルです。まあ、これムートとかあったら話が変わるんですけどね。あ、スケキン見たらまた話が変わるっすね。通らんやん。ちょっとちょっかい出しちゃおう。無駄なちょっかいです。さては。さあ、スケラかなこれは。これロケット打ちてえな、ぶっちゃけ。うん、ヤファイボのキョスケインドスケキンスケラ母石ガスケブ入りって感じかな。ワンチャンフリーズもあるのでちょっと切り替え。これでもさ、今チャキると陸受けがあんまないんじゃないみたいな思いながらも待つかしっかり。はい、一旦置いとけ大砲。いや、ロケ削りしたくなる。でヤファイだった場合に圧着衣がね、結構無駄になっちゃうので、ケツから出すと。まあ、一旦守る感出しながらのかな。さあ。背面とかしたい。いやー、スケルトンの漏れが怖いね。これでもめっちゃチャンスじゃない？インドラ来んな。ザッピーとインドラがいるな。こんにちは。言った通りいるな。宝石？呪文か？おい！あー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 、大きいダメージ入ってるよ、大きいダメージ。ピューヤクザ。ヤクザロケがいいんだよ。気持ちいいんだよ、これが一番。さて、守るよと。守れるかなこれ。守りたいよ。でも守れるか分かんないけど守りたい。で、大砲と圧着で離して、ヤファイで圧着に溶かそうとしてる。いや、大砲強っ。で、ここで攻めちゃう。うん、ピョン。で、圧着が消えれるんでね、いいよ。いや、ここでウッド打てたらクロス使いでしたね。まあでも余裕がある。なんならここもう一回行って、これクロス、あ、だからキョスケをボコボコにしようぜ。で、ファイボーとかね、まあさすがに打ってきそうだけど、これはお、ミリ通るぞ。このミリが強えんだ、クロスは。まあ、ぶっちゃけもロケット圏内みたいなとこある。よいしょ。それ止めてます。攻めちゃう。あ、これうまいクロス使いです。はい。こんにちは、ザッピー。よいしょ。やばっ！クロスうま、俺。ってなっちゃうんすよ。俺クロスうめえやんって。なるんですけど、これ違うんですよ。あ、着衣が強いんです。大砲が強いんです。はい。勘違いしちゃうんでね。オーケー、いいんちゃう。さあ、12勝です。チャンピオン、マイティー、いいね。マイティー、マイティーだけ欲しいんだよね。さあ、ということで、こちらのね、圧着衣クロス、ガチで強いし、まあ、楽しいっすね。そう、やっぱクロスってやっぱ難しいんですけど、この方だと比較的に勝ちやすい方だと思うので、そう、結構勝てて楽しいんでね、ぜひやってみてください。チャンネル登録もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。